ゲーム好きのゲーム好きによるゲーム好きが集まる同好会、それが電人同好会。ごきげんよう。どうもということで、会長のシクラでございます。よろしくお願いします。はい、どうも副会長のヤナギャルですよ。はいはい。そして山本ちゃん。山本です、はい、会長今日は何ですか。はい、はい、今日はですね、スクエアエニックスさんから好評発売中の PS ビータ PS4 用ソフト、いただきストリートドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th アニバーサリーをこの同好会メンバーで遊んでしまいましょう。なるほど。これ PS で、ね、うん、ねそうそうね、ちょっとやらせていただきましたけれども、うん、同好会にもふさわしい作品ですね。時間かけて楽しみたいと思いますけど、まあ、ちょっとどんなゲームなのか、はい、知らない人もいるから ね、なんちゃから、はい、はい、じゃあお願いします。はい、いただきストリートは一番早く一番多く稼いだ人が勝ちのボードゲーム、うん、ダイスを振ってマスを進めよう、うん、マークを集めて賞金を獲得、うん、お店や株を買って資金を増やそう、お店に泊まった人から買い物料をいただき、一番早くたくさん稼いだ人が優勝。うん、なるほど。はい、はい、でドラゴンクエストとファイナルファンタジーの代表的なキャラクターが登場しています。そこやね。キャラクターはフルボイス対応です。素晴らしい、ということになっておりまして、まさにこの30周年、ね、記念して、まあ、これで結構どのキャラ出すかで結構ね悩みまくったとおっしゃってましたけど ね主人公だけじゃないですよ。そうですね、敵もいるんですよね。敵キャラがいたり、そうそう、モンスターがいたりと、うん、はい、いろいろと、ね、いうことでございますが、うん、さあということで早速プレイをしたいと思いますが、はい、はい、ルールは何やらどれでいきますか。なんか、はい、電人同好会ルールがあるって電人同好会ルール聞いたんです。はい、あ、出た。こちら電人同好会ルール、こちら特別ルール、はい、プレイ制限時間55分、まあ、ちょっと今日押してるんでね、うん、まあだから終わりまでですね。うちのほんまの神があのパーカーを着た神があーなるほど終わりって言ったら終わりです。わかりました。はい、あ、ちょっと脱ぎ出したら終わりってことですね。そうですね、はい、本当に、はい、わかりました。ほんでこう破ったら終わりです、ね、我々殺されます。そうなっちゃうね。あの人もビューラーって破いたら我々殺されますから。そうだね、ちょっとパッと手元よく見せてないと、はい、あとあとこうしたら終わるとわかりました、はい、ますのでね。はい、ぜひぜひそれでどこまでいけるかというと、ね、終わりが来たらとりあえず最後のプレイヤーが終わって終了と、そういうことですね。時間が来たらね、はい、はい、最後のタグまでいきましょう、はい、うん、はい、いいでしょう、うん、さあということでございまして、はいはい、今回はね、うん、どっからどういくんですかね今回、ま、はい、キャラクター決まってるみたいですよ。みんなキャラクター決まってる、うん、はい、あ、そうなの、ね、マップをね、うん、どれにするかじゃない、どれにするかで、トロ電城、海底神殿、幽霊船とかって、いやでもさ、はい、終わる可能性あるぐらいの目標金額の方が良くないですか。そうですね、今からやってやっぱり30分ちょいかな、うんうん、40分ぐらいいける、ね、ちょっとだけちょっと複雑そうな長そうなやつにしません。トロ電城、ね、全然複雑じゃないけどいいの名人。スタンダードスタンダードね、まあ、早く終わりたいんだろスタンダードね。ちょっとみんなの言い方が長年連れ添った嫁の服選びみたいになってた。そうだよ、いいよって何それ、初めてやからさ、こっち初めてやから。お、はい、はい、シクラさんがスコール、私山本優奈、ヤナちゃんがシルビア、名人がハッサンディース。はい、順番が決定。そうだ、俺3かな。あ、山本1だ、はい、あいつなんで半目やねん。ユーナンだよ、ユーナン、うん、はい、いいね、なんかいい、なんかええな、みんななんかかっこええな。なんで、シルビアいいじゃん。なんかなんやこの並びで見たらなんかすぐやられそう。俺はライトスイングしたかったな。強いよ、ライト強いよ、ほんま、うん、頑張れシルビア、おかまで、おかまで、頑張れシルビア、いいよ、行くのよ。目標金額1万、はい、はい、女だと思って買ったと思わないで相談なら何でもいいよ、もうごめんね、いいよ、うん、ちいちゃんごめん、いいよ、確かに、ありがとうございます。はい、ささやくわ、いきます、はい、4、4
山本さんはイタストは、ね、初めてですよ。初めて、どっち行くの？右でも左でも。あ、これ確か早いことを、はい、あの4つの種類取らなあかんね。そう、まずはね、そのサラリーをもらうためにね、クローバー、トランプマークね、あの右側に出てるじゃない、はい、あのハート、スペード、クローバー、ダイヤが、うん、あれをまず4つマークを取る、うん、で、銀行に戻ってくるっていうのが最初の。そうです。ありました。6シクラなんです。出すな、いきなり。スペース、スペースじゃない、スペードをゲットしましたんで、スペードのスペースね、スペードが水色になりましたね、はい。銀行、あ、先生、チャンスカード。何チャンスカード？チャンスカードはね、何か、何らかチャンスがあるんですけど、僕一番左端攻めるんで、僕のそば寄らないでね。今積んだ数だけもう一回、もう一回する。イエーイ、うお、すげえ。ハートもゲッツ。この人のこういうとこすごいよな。これ縦に行くからね、この下とか絶対に取らないで。え、何何、どっちの振りそれ。先に言っとくから。あ、これは今まだ大丈夫ですね。お店の値段が 20% ダウン、うん、はい、まだみんな、お店持ってないからね、はいはい、ね、お店はさ、うん、まあ 20% ダウンね、関係なかったね、うん、ダウンして逆に買いやすくなったんだ。そう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 、で、あそこ止まったらもう即買いですよ。めっちゃ知ってるやん。僕なんかは即買いしますけど、まあみんなは別に、めっちゃ喋るやん。じいちゃん、ごめんごめん、うるせえな。じいちゃんって言ってたの。株価ダウン。じいちゃんじゃない。じいちゃんや。なんでおじいちゃんって呼んでんの。はい、何か山本。女には厳しいから。やった。1位。はい、1位。1位はこっちかな。ねえ、で買います。お、早いっすね。いや、これは買うでしょ。やなっちゃん。みんなもね、赤いところはね、即買おうね。これ銀行まで抑えられたら超ムカつくから。これもう基本中の基本だよ。はい、はい、買おう、はい、もう買おう。ここ、はい、邪魔、はい、邪魔してやろう。止まら、止まればいいんですよ。はい、止まらなかったらも、逆の方向行くしかないんだから。はい、買う。止まら、止まらないなんて無理だ。反対側行くしかない。うん、そうです。はい。よし、買ったぞ。山本行けよ。行きます。山本4だよ、山本。こっち行くぞ。4。あー。130。そこは水色のエリアだからね、ちなみに。左のは黄色のエリアだからね。それちゃんと重要だからね。あの水色のエリアはこの右下につながってるエリア、すごい重要なことだ。あとでもうちょっと詳しく言うね。どういうこと？今言って。カジノ。はい、カジノ。カジノ、オッケー。チョコボの森。チョコボの森なの。さあ右ですか左ですか？どっち？どっち行くの？右。左です。左じゃないの？ゲーム始めます。右。終了。15ゴールド。あ、何？外れってことだね。そうよ。左だったらもうちょっと上がいけた。どんどん続けれたらよかった。頑張って。もう一回頑張って。1だろ、1。1だろ、1。ちょっとボタン押して、ボタン。1、1だろ、1。いや。お。あ、ちょっと。いや、3。1、2、2。安いぞ、安いぞ。2、2。下っしょ、名人。下高いよ。高いよ。いや、サラダっていいんすよ。うわ、めっちゃ高くなった。でも高い物件は買い物量も高いからね、もらえるお金も。そうそうそう、でかい数出なさい。バンカー。あ、でも欲しい。これはね、ラッキーよ、うん、あ、支払いの 20% のお金をもらえます。ありがとう。あ、そういうことね。稼ぐは小銭。21、1、あ、5。山本をやるわね。お前うるせえな、本当に。気に入っちゃってんじゃねえかよ、完全に。あ、これはもう、お、いいね。このキャラ入ると終わんないわ、私。シルビアだよ、名前は。オッケー。なんで？おかしい。オッケー。おかしい。チャンス。さん、おかしい。ちょっと、ちいちゃんのおかしい。ちょっと、オッケー。あの最後、かまさして、ちょっと。メタルキング。ちょっと、レベルアップ。何、ちいちゃん。400。なんで？おかしいわ。やった。なんかわかんないけど。名人。6、やべ、6、2、3、4、5、6、340は買うしょや。おお、名人もう80円しかないよ。残り80だけど、いけんしょ。名人、破産あるからね。ねえ、ちょっと。6、6。やなちゃん、まだここにいたの。やなちゃん、何よ。やなちゃん、どっち。いいの、ゆっくりで。いいよ、いいよ。いいけど、なんだろう。これ、どうしたの。上がいいよ、上。三角ね。もう一回三角押すのね。
上こ上。うん、もう一回三角押したらこっち来る。上上こっちよ。私は常にこっち。そうなんだ。いいね、三角ね。ここだったっけ取るの。バカ野郎。もう取っちゃえ取っちゃえ。上を。自分のエリア攻めた方がいいんじゃない最初は。私はちいちゃんのそばがいい。ここ。ムカつく。うぜえ。ちいちゃん。ちいちゃんのそばがいい。一個ね。でもこれ増資だからね。増資で増資。増資だからね。お金かかるからね。何これどこ、さっき私のどこ、自分の。さんがこれね、そうこれ言っとくわ、もう。もういいよ、いいわ。なんか知らないけどやるわ。でも建物をちょっとほら、グレードアップして。そうね、いいね、いいわね。うん、いや、こういうやつ一人混ざってるとほんとやりにくいんだよ。だって、振りに聞こえちゃったから。あ、ラッキーだ。言うんだもん。言うんだもん。何がラッキーなんだ。ちょうど2本もらうんだってね。はい、よかったね。何それ、どういうこと。私が小さい。誰も混ざってるね。あ、買った。うん、もう迷いない。買ったか。競合してんの名人だね、このエリアはね。2とかがいいな。でも同じエリアに2件持ってる人は今んとこいないから、ね。1! あ、すごい名人、これは2件目、しかもお買い物、お買い物じゃない、お買い得止まらないけど、でも金が、金がない。ペペペペペ、名人、これはほんとザマですな。買いすぎたかな。2を出すのよ、2を出すのよ。3、まあ、いいじゃん、いいじゃん、グローバーだからいいわ。これでほら、カードできる、囲んであげられるよ。挟めるよ。いや、挟むな、挟めるの、挟むな、挟むな、オセロどうなんの。これはオセロではないぞ、やめてください。オセロではない、オセロではない。え、アタック25的なことでもない。色は変わらない。あれ、ファンファンファンってならなかったわ。ならない。何これ、アタックチャンスじゃないの。なになにこれ、ちょっとどういうこと。トラカッタ。何これ、黄色。あ、よかったじゃん。株が2割とか上がった。え、どういうこと、違うの、何。あったって声聞こえたわよ。飛行機飛んでた。それ通り。あれ、これ宿題。何キャラやりたいんだお前は。買ったっけ、仕方ない。あざっす、あざっす。初めて取られちゃった。そうなんです、そういうことになるわ。ね、さっき、そうなんですよ。ね、買ってた人に見払わなきゃいけないから。なんかちいちゃんすごいわ。あ、なんでラッキー続くな。まあ、もうどんどん飛ばしちゃうから今度。イエス。また高っ。買えねえ、買えねえよ、買えないわ、あなた。あれはチャンス戻る。いや、これ行くしかないんだよね。行くしかないの、なんで。じゃあヨガって言い続けたらどうなの。それカジノ、カジノ、あれ頑張ろうよ。スロットなのね。俺なんでマーク1個しか持てない。どういうこと。スロットよ。あれなんでですか。説明聞かないわ、さ、なんの。3つ持ってた。なんで俺1個しか持てない。え、私はチャイチャイやってるんで。イエーイ、すごいわこれ。これどうなんの、これどうなんの、これ。これどうする。7が賞金で、うん、スラムが30ゴールドかけるレベル。すごいわこれ。あ、ラッキーセブン揃った。わ、やったわ、やった。私パチンコしかしないのにやった。持ってる持ってる。なんでスカさん1個しか持ってないんだろう。え、もういいよ、はい、やって。ちいちゃんどうしたの、何。レベルアップしたから2周ぐらいでしょ。あ、じゃあもう俺先にもサラリーもらったってこと。やばい、そういうことね。そうですね、1662。なるほど、もうじゃあ俺2周目入ってる。いや、もうこれはね、一方通行だから買わないの。あ、私ここ買ってた。山本。ああえ、名人のとこでしょ。違うでしょ。天の声を聞いて、山本。これは右ですね。あ、行っちゃった。いや、だって右買い物より高いもん。で、だって俺右行ったところでさ、でもあれでしょ、ハートとか。ハートとスペードは必要だし、ね、まあ、左回りでいいよね。わあ、ありがとうございます。
あ、5倍早いよまだこのタイミングで5倍買いするほどでもね、俺があそこに土地を2つ持ってたらやってるよ。まあでも分かってないな、国は行くしかないし、まあ来るしかないからね。わ、すごいわ高橋、すごいさすがね、ゲームと名の付くものは強いわね。さすがだな。来るか、もう揃いそうね。買えないんだよ。買えないんだよ。私はもう買えるだけで金が。行きなさい。お。ああ、全然別に普通だわ。何？ここでこれ買えばいいの？まあ山本さんが買われたくない場所だけど、うん、まあお釜にとっては買えばいいんじゃないか。そういうことね。うん、山本。買ってやるわ。ちゃった。行きます。あー、惜しいな。惜しいね。もうすごく惜しいね。あ、惜しいね。もう一個取られたね。名人がちょっとお金入ったよ。ありがとうございます。もっともっと来ないと。あっちまい、ちょうどいいやもう。ちょっとこのオカマのバカがいるからな。俺今度右に伸ばしていくからさ、やめちゃう。わかる意味。半額サービス付きでもう一回進む。おいなんかすごい、ちょっとちーちゃんすごくない？3 休みまあでも休むしかないですよね。そうね、働きすぎ。そうだね、俺働きすぎだ。そうよ、ちょっと休みなさい。もうみんな笑ってる、みんな笑ってる。これどう、どうしたらいいのこれ。2ようこそようこそ2週休む気、先週も休んだくせに。もう俺リアルでもゲームでも休みっぱなしだ。本当によ、いいね、働きすぎよ。休む順番も一緒じゃん。そう、本当ね、はい、山本いいとこ気づいたわ。早くどんどんやって。私は休まないわよ。嘘ですよ私来週休むから、はいはいはい、順番的に来週休むから。見たことないわ、俺3人休むから。嘘でしょ、こんなことある？山本が2回やるだけよ、これ連続で。隣にいるよ。出た、やったわ。1出ちゃった。何が買えるの？いや、これ買えるよ、町を。土地買えるよ、ここまだ140で。手薄よ、何もないわ、汚れてないわ。結構、名人しか買ってないエリアだからね。なんで買った方がいいかわかんないけど、天がそう言うから。そうよ、周りが言うから言うの。しくらさん、うん、休みよ。あれ、なんで休みじゃないの？みんな休みだから、もう俺に回ってきたの。あ、そっか。すごいわ。休んでないじゃん。すごいわ、こんだけ休むとこうなるのね。ありがとうございます。なるほど。5倍じゃない。2 買えねえよ。金がない、金がないわ。みんな俺んとこ泊まってくれよ、本当に。やまっちゃん、あ、いい。はいはい、山本さんにお買い物。そうね、戻るわけにいかないしね。仕方がないわ。うん、いいわよ。いいわよ、14ぐらい、14ゴールドぐらい。チリツモだよ。そうね。うい、1。お、山本。やば、持ってる。これはもう山本さん迷わず買いだね。山本どうしたの？そうなの？なんかすごいらしいよ。あの右下が緑のエリアじゃん。あのエリアに山本さんはもうお店2軒持ってるの。もし1個下の空いてる物件持ったら3軒持てる。私でも右上も2軒持ってるの、うん、だから今山本さんはある意味資産的にはすごい有利な。繋がればいいってことね。じゃあ右側を買っていけばいい。まあ繋がってるところをね。まあそれよりも早く銀行に行ってあのお給料もらったわけです。銀行って真ん中の G ってとこ。そうよ。またカジノかよ。俺賭け事そんなにやらないんだけど。さっきと一緒よ。頑張って。今度どうすんの？いや、さっき右行ってダメだったじゃん。はい。で、まあランダムなんだろうけど。ランダムでしょ。何が元々。
なんちゅう時間の無駄な選択させてんの。やったわ。おおおおおおさあこれで右、はい、右だ。戻るって選択がねえんだよ。あら忍者、あ、三つになったわ。やべえ、真ん中真ん中。よし帰ろうバカ。母ちゃん、母ちゃん、よりツッコミできんのね。母ちゃん上か右か左かどっち。母ちゃん左、左、そこ戻るって言ってくれ。母ちゃんチャンス逃したわ一個。おー、神ちゃん全エリアを2株。なんで持ってんの。カブってなんだ。あの、大根みたいなやつ。まあ、今はそれでいいよ。カブ、カブ大事だよ。1、2、3、155足りねえ。でも私も名人生活になりそう、やばい。名人生活ってどういう意味。若さ生活みたいな言い方する。銀行に入っていって。お、来た。はい。からのお給料もらいつつの。つつの。とりあえず、うん、株をどうするか。株を。まあ今だから一番いけてるのは山本さんのエリアなんですよね。うん。あのそれをずらしていくとそのエリアが光るから。光るじゃん。はいはい。でほら、ね、今そこ、その上。そこは2軒持ってるわけ、うん、でもし3軒目持っちゃったらそこ株価上がるやん。なるほど。こう山本通りみたいになる、うん、でももう1個そこもそうなの。あ、上の方ですよね。右上、右上、右上と右下に持ってるから自分だからね、これはね。で俺はそれに乗っかるから、うん、山本株にね。だから応援しちゃうよ。どこどこ、みんなどこ。ここ相乗り、ここ、ここじゃない。まあどっちもでも空き物件は1軒しかないんで。そうだね。どっちかなんだけど。まあそこじゃない。ここ。え、ここってこれ誰今？あ、柳原がやってるのかこれ。そうよ。あ、ごめん。誰がやってると思う？これ山本がやってるのかと思った。山ちゃん。もうここか右下か。柳原がやってるのか。あ、じゃあここ。いや全然もう左下とか買っちゃう。何言ってんの。なんか分かるわ、ダメなことは分かるわ。え、でも山ちゃんが持ってる銀行の周りを買ってた方がいいんじゃないの。どこ、ね、私が持ってるのどこ。銀行の周り緑色のところ。だいたいね、株の投資はね、このゲームね、自分に投資すると負けない。ここ、うん、自分の投資。ここでいい。右上、右上、ここ、これ、これで、ね、よし、これするわ。それで何、これどうすんの。いくつか、99株まで買えるってことです。さあ、所持金が今1006で、99買うと693円になっちゃうよってことね。そうそうそう。あ、なんだ、全然だから、まあいっちゃおう。あ、ほやマックス買ってるよ。買っちゃえばいいね、いいね。はい、もう一個いって動く、いくのね。あ、やばい、じゃあここで290で買った。これね、はい、これすごいんじゃないの。うん、ほら、うん、なんか分かんないわ。いや、行きます。もうアホだあいつ。やばい、アホだな。自分のことこれ、あんとこ中の色が大事なの。やだ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 。それでいいわよ。女はどきよ、行っちゃいな。うん、いや、増資したい。うん、増資しなさい。だって470円持ってないもん。うん、行っちゃいな。そうだね、うん、そうしよう、そうしよう。何増資が大事よ。増資したいんでしょ。増資したい。いいよいいよ。できるのかな。できるわよ。そこ、ヤナちゃん株持ってなかったっけ。あ、お金がない。金がない。だから何、織田裕二あんた何言ってんの。何お金がないって。さ、あのね、その懐かしいドラマ誰も知らないと思う。オーバーザブラボー。俺はボックス持ってるけど。ちーちゃん好き。3、銀行行っちゃいなさい。いやでも、あ、クラブ持ってないから、まあ、こっち行くしかない。なんでそのちょうどが出る。違う意味に行く。違う意味に聞こえるから。どこ、銀座、六本木。スコンさんとヤムちゃんしか見かけてない。お、マジで。え、もうじゃ銀行じゃないか。いや、銀行行ったってしょうがないじゃん。あれ、え、全部持ってる。持ってる持ってる持ってる、持ってる持ってる俺。なんで。すごくない。1件持ってね。1件ないけど。1件だけ、1件だけ、1件持ってて。1人だけレベル3ですよ。そうだね。なんで、すごいわね。
券はじゃあ株買うってことですか。そうだね。え、関係なくないですかそこ。え、関係ありますよ。山本さんにかけようと思って、僕が後でもしあの一マス持ったら山本さんと交渉するんで、山本さんに僕お譲りしますか。なにこれリアルね。え、なになに、わかんないわ。っていうかあの、なんちゃんと 50% 以上の株を買ってるとかすごいわ。51にしなかったから俺、まあ、素晴らしいわ。よし、ゲーム内トレードがそうなんだ。私がじゃああそこ、え、向こうに向かうしかないわ。だって揃ってんだから。新しい。いや、そうとも限らねえんだから、その変なアドバイスすんなよ、お前ら。なんでやってんだ、俺。ジュイ！まずいな。なにみんなそういうとこ泊まれるの？来たわ。また来たわね。うん、説明いいわよ。始めましょう。決めてやるわ。私は、目押しは、できないわ。あーすごいわ。それでもなんか揃っちゃうのね。やったわ。スライムありがとう。いいから丸ボタン連打しろ。何その言い方。私の丸ボタンも連打して。え、何これ戻れないの。どこやろ。戻れないじゃん。そっち行ったら流れには逆らえないよ。びっくりした。あ、俺来た。俺来た。俺の買った株。何買わないで。買わない選択肢はないでしょう。個人的に買えるよ。オッケー。ね、ここはもう3軒目ですから、ほら。ね、ありがとうございます。なになに、どんどん買い増しします。でもお金48しかなくなっちゃった。なんかすごいわね。オッケー。2軒目。お金持ちじゃないです。僕 お店買ってないですから。なんで1やねん。いや、でも自分家、自分家、自分どうしどうし、金がない、金がない。そうか、流れには逆らえないと。どこが空いてるんだろう。戻れると思ってた。ここ空いてんじゃない、これ、うん、空いてますよ。はい、買えますよね。買っちゃうわ。邪魔だわね。やったわ。そうだね、やったわ。行きます。ほら、空いてるね。空いてるけど金が。金がない。ないわね、山本。オッケー。1、2、3が出たらいいんだな。ん？そんなうまいこといくわけないっしょ。おい、3。あっ、1、2、3、ここに泊まりたい。4、5、イエーイ。あー、ちくしょう。イエーイ。払いたくない。イエーイ。早くしなさい。いや、ここ俺絶対5倍がいらないでしょ。これやるとしたら、山本さんがここ泊まったら5倍があるよ。あの5倍で強引に買い取ることができた。あ、そうなのね。あ、お金ね。コメント見えてるよ。あ、ごめん、全然見てなかった。ごめんね。楽しくゲームやっちゃった。最前列はあっちに見えてる。そう、兄の最前のコメント見えてるの？株ね。そう、独占できる時とかは買うんですよ。だから山本さん、あの右上のね、はい、あの、ヤナちゃんが持ってるあの一軒。右上、あれ、邪魔してきた。シルビアが邪魔してきたんです。邪魔、そうそう。だあそこを5倍買いしちゃえばいいの。なるほど。塗り替えろってことね。銀行行けばいいのね。赤と屋根さん。ちげえよ、柳原。銀行の周りでしょ、一軒物件空いてて。見えてるよ。二軒持ってんじゃないの。持ってねえの。本持ってるじゃん。本当にもあるはず。あれ、誰？高橋。あ、高橋か。あ、ごめんごめん。高橋ね。高橋なんでもいいよ。高橋なんでもいい。理由なのに5倍買いさせんなよって注意してくれてありがとう。山本さん、ほら、毎度です。毎度。シャリン、ありがとう。うわ、よし。これに地味に配当がある。あ、そうなんですね。僕、全エリアちょっと持ってる。株を
これ誰誰誰誰誰ヤナちゃん。いやいや違う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 、ヤナちゃん、ヤナちゃん、あのね、違うこれね、違うんだって、あのそういうゲームじゃないの。違うの。違うの。え、違うの。あのディグダグじゃないんだからさ。ね、やっと、うん、やったじゃないんだよ。ヤナちゃんのためにもならないんだよ。そうなの。まあいいや。なに？違わなくはないけどっていう。180回ない。つなげるのが普通なのね。いいよもう、早く言ってね、ランちゃん。知ってたね、今のハイはね。柳原に112も払うんかい。いいわよ、ありがとう、ちっちゃん、ありがとう。払って自分にも返ってきてますから。8ね、回答がね。4? 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 よし、銀行行けない。何おばあさんみたいなこと言ってんの。あー、6出ちゃった。6、銀行行けない。6出ちゃった。ラッキー、ラッキー、次ラッキー。早く銀行、やったわ。5、でかい数字。1、あー、でもほら、プププカード、カード、やっとほら、待望の、待望の。何カード。柳原の隣のカード取ったよ。44の横とか言っちゃう。44の横じゃない。もうどこでもいいわもう。なんで固まってんだよこれ。どこかのエリアのお店。え、どこかなの。いや、来い、ルーレット来い、右上。あ、右下。でも山本さん良かったじゃん、自分のところ。あ、もう、あ、私も、あ、下がったのか。下がっちゃったの。あ、下がったの。あら、あれ、みんな下がった。いや、そのエリア、そのエリアだけが下がる。そのエリアが下がって、そのエリアの株持ってる人も下がる。あ、力さんだけ持ってないのか。何、どういうこと。私とヤンナちゃんと名人は買ってない。そうよ、そういうことね。あれ運だから仕方ないわ。地味な数字しか出なくなっちゃったよ。なんかカジノ、カジノ多いな。チョコボ好きね、あなた。チョコボ、あんたチョコボで私スロットばっかり。どうなってんだろう。ランコ、はい、どっち。左で。左、はい、左、あんまのジャック。あえてね、あえてね。いい顔してるわ、ランちゃん。いい顔してるわ。プロデューサー指ささない。ランちゃん、あとで10ゴールド以上のしっぺ返しがあるわよ。よし、3、よし、くら、ありがとうございます。5倍、5倍。よかった。いや、5倍買いしても意味ない。だって石倉さんここ2件持ってるの。いや、2件持ってる時に5倍買いするんじゃないんだよ。え、自分が持ってる時にやる。意味わかる。まあ仕方ないわね。でもそういう変なやつが時々混ざってるとね、やりにくしようねんだよ。もうデッタラメなやつがいるんだよ。ありがとう、14円。500で買いますか。買わないでしょ。ないよね。買わない。私はもうその日だけのお金で。でっかい数字ゼロ。オッケー。あ、やっとゴールできた。やー、まあ、の、トゥー。名人に。止まりなさい。名人とこ。まだ仕方がないわ。仕方ないよ。ヤナちゃん11円あった。ギャラもらえるね。ありがとう。あ、やっと銀行行ける。田舎なの、なんか。やっとたどり着いた。あ、ちいちゃんが全然1しか出ないわ。本当共同株主みたいになっちゃうな。どうするの。あ、でももう。もう本当銀行周りは大体そうなるんだよ。1、2、3、4、いいよいいよいいよ。ラッキー、泊まりたい。イエー、20%。3以上出てくる、3以上。あ、あ、いいよ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 。あ、もうどこでもいいぞ。もうどこでもいいぞ。これは70、70とか。え、ここね。
あれ、あすごい、サイズ的に増資できるってほら挟む分でしょ。100円で増資できるって。100円で増資できるって。何？どこ？自分とこ？自分の店じゃない。自分とこに決まってんだろ。何？どこ？株買ったところ。株が？買ったところ。うん、なんて？三角押してって。三角押すの？うん、これ？うん、あ、なるほどね。こ、あ、これで飛ぶのね、買ってるところ。飛ぶんじゃない？どこ？銀行のところ、高いところ、株買ったところに外資どこ、80、まあ普通は銀行周りだろうね、まだみんな銀行に行きたいんで、ここ、ね、うん、ここ、うん、ここ、お前自分で決めろ、これいくつ買うの、右上だってよ、え、大丈夫、右上、え、え、ここでコメント、私だからマックスで100までできるんだけど、どうする、100までつってなら100までできる、結構いけるわよ、うん、だから100までだから、銀行横だって、あーやべ、銀行横にこんな店作られたらたまったもんじゃない、お金あるから怒んないでだって、あ、やっと銀行ついた、ついたね、やったわ、やった、え、500個しかも、いやいや十分でしょ、もう株価を株、右上、右上、何何、まだ買わなくていいんだよ、株右これか、違う、これか、山本さんね、すごいいい、もう土地のね、持ってる感じは超一番もうトップ選手なんですよ、払えなくなっちゃうから、あんまり高いと、あ、そうか、だからそのために右を高くしろって言ってたのね、山本に買われないために、なるほど、山本、え、こんぐらい、え、ダメ、5倍買いさせないわよ、全部、だって全部だったらあそこに泊まって絶対増資してやるわ、全額だってダメだよ、どこ泊まれなくなっちゃうよ、いや、泊まれても買わなきゃいいの、まあ、他のところには支払わなきゃいけないけどね、株で払える、株で払えるよ、株で払えるだったら株売ってその場で現金に変えて、これ、大人信じていいの、いやいや、あ、でも所持金マイナスは無理だよ、ここはね、信じるからね、みんな、買いすぎじゃね、まあいいや、こうだ、ほら41円払わなきゃいけない、あー、ふわー、あ、ありがとう、もう今後はだから株を売らないと、株をちょっとずつ売って、うん、あの自動的に最低いくら売らなきゃいけないのが出るから、あ、なるほど、それで大丈夫です、え、なんか私、なんか大丈夫、なんか利用されてない、利用されてるわよ、利用されてる、だからダメよ、コメントが他の人間聞かないと、なるほどね、株で払えるから全額買って株で払えて、そういうことか、合ってた、なるほど、理解した、俺はもうおかしくないよね、私たちは1,2,3,4,5,ペソのエリア止まるのすごいね、私が止まったから、よし、もういいよ、ありがとう、やったわ、やったわ、もっと手前で止まってよ、えい踊る宝石、え、出た目かける11、1で1、よ、まあまあ、いいわいいわいいわ、上下いいわ、ありがとう、これ放送時間内に終わる、終わらない、偉い人が終わりって言ったら終わりだって、赤よ、山本、大丈夫、よし、よしよし、いけ、いけいけいけ、上上上上上、なんでなんでなんで、上行って5倍買いでしょ、うん、もうそれしかないっすよ、山本さん、もうこれはそうね、信じるな、マジっす、マジっす、株売ってでも5倍、株売って5倍買いできるか、株売って5倍買いできないかも、あ、できる、できるね、できる、やばい、やったよっ、踊らされてる、あなた、違う違う違う、踊らさんになって、だって動画目だってもう断然、やったー、独占した、ほら、だわね、イエーイ、ポルトリンクエリアを独占、そういうことね、ポルトリンクエリア、とりあえず被ってください、あなた、株はもうほら、あ、大丈夫、ほんとに手放すんだけど、まあ、いい、ちょっと下がるけどいいよ、株価は、でも大丈夫、え、待って、ほらほらほら見て、ほらほら、建物がなんか、あ、ほんと待ってるのかな、合ってる合ってる、マジだ、大丈夫、山本、でもすごいお金入ってるわよ、ちょっとみんなコメントで合ってるのかなんか教えて、踊らされてるのね、違う違う違う、合ってるってでも右上、いや破産するから合ってる、あかん、え、自分を信じる、え、自分が分かんないから聞いてねえよ、何も徳永秀明みたいになってんじゃない、どっちだよ
ね、夢か自分か、ね、他人が立ち止まるためにね店失う、ほんとだよ、すごい十二十色の考え方があるから、ただ早いような、いやでもね、ほらもうあと10分ぐらいで番組はちょっとね、このバカ高橋、あ、高橋じゃないわ、これ俺じゃないでしょ、またあんなとこ、なんで、ま、な私の隣好きね、やべえ、ちょろ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 もらってもさ、でも私、他にも俺、皆さんある、大丈夫、いや、もう山本さん大丈夫だって、あってるよ、メンズ止まれ、なんでやばいの、メンズ止まれ、そうね、山本がいるのね、メンズ止まれ、やだ、いや、2! あー、やったわ、おー、うん、あまた、やー、わーでかい、ま、でかい、やったあら、止まっちゃう、いや、止まるしかないもん、いや、だからみんなもうさ、銀行行くためにハート欲しければ絶対あそこ通らなきゃいけないわけよ、そう、そうね、もうこっから一気に山本さんもう、あ、切り抜けましたね、私しか見てません私しか見てない、これは私は、そうか、銀行ね、やりませんよ、このゲームはどんなカンペが出てもあと5、あと5分よ、あ、ごめんなさい、はい、決まったよって、このままいったらだって柳原が優勝じゃねえかよ、まあ、増資増資増資、増資壁折ってもらって増資し、うん、いい、そう、もちろんもちろんもちろんだよ、もう安いとこ、何何何、あ、いいよいいよ、そこそこそこ、もう全部いけ、全部全部いっちゃおう、もう多分あと5分って言われてるから、もうどんどん増資して、株持ってんの、ここ持ってないの、ここはも5株持ってます、あ、ほんと5株だよ、そっか、じゃあ一番儲かるのは俺だね、ほら踊らされてる、株売らなきゃ、大丈夫大丈夫大丈夫だよ、30分延長しよう、何時、どうし、30分延長しよう、マジ、ヤナちゃんがしれっとトップだと、どこでわかるの、そう、あそこの右下のソースさんで、なんでヤナちゃんトップなの、左側が元気で右側ソース頑張ってんの、私お金のパワー舐めないと、男の力強さと女の優しさ、1、2、3、4、あ、何高橋、私より先行っちゃった、いや、だって行かないとすごいわ、さすがね、資産が増えないんだよね、株買うしょ、ここ買うしょ、いやいや、なんで、もういいよ、買わなくて、別にもう、なんで、私の物件、いいよ、私の物件大人気、やった正直になし、いいや、オッケー、いや、でももっとちょっと、うん、こういくしかないね、はい、こはそうそうそう、テケテケテッテッテよ、うん、はい、それで、はい、やーべー、ヤナちゃんがもうダントツじゃん、これこれ、ここ買うの、いやいやいや、ヤナちゃんいいよ、別にもうね、ここ買うのね、いや、別にヤナちゃんいいけど、全力投資だ、ここ全力投資、うん、ここじゃなくて、そうだって、ここ、そうそう、はい、どうぞ、そうそう、はい、これでいいのね、で自分ね、はい、勝ったわね、何これ、増資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 、うん、三角、そう、株価上がってもさ、お店持ってる私には関係ないから、志倉さんに踊らされちゃったっぽいんだよね、いやいや、そうなんです、これね、ちゃんと最後までできてたら絶対このままいったら山本優勝です、普通に考えたら、普通はね、今のうちに特番読んじゃないで、でもこのゲーム神があそこにいるじゃん、だからちょっとどうなるか分かんないです、私キングさんと神を占いで、あ、そうね、この週が最後っていう言葉が聞こえてる、でもそう、私で最後、あ、私、あ、ヤマさん、ヤマさん、え、これで最後、これで、この週で最後ね、ヤマちゃんやったわ、ちょっと名人の力でボンビーとか出してみよう、自分よし、チキングボンビー自分のとこ止まった、ちょっと山本のとこ行ってみてくださいよ、面白いから、はい、面白いかな、それ面白い、まあでも募金募金
入るわ。投資してるからね。変わりました。もう変われて、だってあと1周っていうからね。ね、できることをやっていこうかな。そうですよね。ほんとだ。お前のうちちょっと小さくしてやるぜ。すごいことするわ。あ、ね、みんなに株買わせといて、ね、あとどういうことできるの。2が出てほしいんだよ。いや、やんないよそんなこと。俺だって2が出てほしいの。2、イエーイ、やっちゃおう。イエーイ。何ちょっと取ったところでこの週で終わりでしょ。いやだって俺も4しかねえから支払いたくないもん。右でしょ、右。そうでしょ。あ、第2位だったのに最下位になっちゃった。こっちね、14だった。いや、ありがとう。いいわ。5倍返しろ、5倍返。5倍返、5倍返、5倍返、5倍返。ないわよ。おい、はい、終了。ということで、1位がヤナちゃん。ありがとう、セルビア。やったわ、みんなありがとう。ありがとう。ヤナちゃんどうやって稼いでたんだろう。わかんない。スロットゲー。そうね、スロットね、やっぱりすごいわ、持ってるわ。やはり芸人なんて人生がバクチバカ。ありがとう、やったわ、やったわ、やったわ。2位誰、2位誰、2位。名人。2位が、両方足すからヤナちゃん。山ちゃんの、いやいや、一番右の総司さんの名人ですね。じゃあ私が2位ですね。さすが高橋。あなた絶対1位か2位ね、いつもね。ありがとうございます。山本さん、志倉さんですけど、山本さんがね、これ本当は勝ってましたよ。そうなの、本当は、ね、これどういう理由でそうなるの。これなんで志倉ボンビ、志倉ボンビ最後出ちゃったけどね。これあのほらゲーム内だけじゃない、ここでの交渉とかがあるんで、このゲーム、うん、本来ならそうなのね、交渉して、ね、でもそれをこうやめとけとかいうこともあるわけでしょ。そっち側からね、うん、これもっとちゃんと今ちゃんと覚えたから。そう、私たち言っとくけど何も理解してないの。もう一回ダブルワイは店に泊まって買って、うん、だから、はい、敵がそこに泊まるとお金をもらえるじゃん。そういうことね。増資するとそれがもらえるお金がどんどん増えるわけね。でそのエリアの株買っとけば株も株価も上がっていくから。なるほど。だから敵を利用して儲けるゲームなんだ。そうそうそう。そういうことや。いや、でも悪いことしてるみたいな感じで。でも自分のエリアだったでしょ。だから株は買ってもらってるから、ね、だから良かったのよ。そうそうそう、お金はもらってるんだよ、うん、お金もらってるから還元するっていう、その株式なのね。あんだけ買ってやってて、うん、あの回されてるっていうかね、あのこうコントロールされてるように思っても3位じゃない、結果的には。そうよ、そうですね。あ、じゃあ、うん、これランちゃん分かってたの、このゲームの意味。あー、あんまり分かってなかった。そうよね、そんな感じで、ね、口数少なかったもん。かんちゃん分かってんの。あんまり分かってない。分かってるよ、ずっと上見てたじゃない、あんた。空気ばっかり見てんじゃないわよ、バカ。じゃあ、かんちゃんは俺の丸ボタンを見てたんだよ。人に押さすんじゃないわよ。ここの大きなボタンを押してやろうかしら。本当に。いや、でもね、全然難しくないんですよ、うん、イカストって。覚えると覚え、もう本当覚えることもね、もういくつかしかないんで。でも大体分かった。あのカードはどうするのが正解なの。カードね、つなげていくとボーナスもらえるんですよ。あ、そうなのね。それをあなたがね、邪魔してた。クローセロじゃないのみたいな。言うから芸人にダメはやれってこと。そうだね。失敗したよ。いつまでシルビアなんだろう。俺このキャラ入るとめっちゃ喋ってもねえ。大体ね、カードでね、邪魔し始めると面白くなくなるのね。いや、面白くはなる。あ、面白くなる。みんなが邪魔し合うから。そうか、ちょっとみんなが邪魔し合う。ちいちゃん、ちいちゃん、ちょっと映ってるわよ。はい、あ、はい、そこでお尻あるとね。はい、ということでございまして、じゃあ、お知らせ、はい、お願いします。PS ビータ、PS4 用ソフト、いただきストリート、ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th アニバーサリーは現在好評発売中です。明日24日より DLC マップラーミアが配信になります。はい、ということでここまではいただきストリート、ドラゴンクエスト&ファイナルファンタジー 30th アニバーサリーだついました。はい、ということで皆さんもね、ぜひ楽しんでください。喧嘩しないようにね、お願いします。ということで本日の電人同好会これにて解散。ありがとうございました。ありがとう。
大冒険レ